今回は高杉晋作の子孫を紹介します。高杉晋作は江戸時代後期の長州藩士で騎兵隊などを創設し倒幕活動をしたとして有名です。そんな高杉晋作の子孫が金田一連十郎さんになります。日本の漫画家イラストレーターで女性です。代表作にジャングルはいつも晴れのち空、ニコイチのほか、2019年にはドラクエ10を題材にした漫画夕べはお楽しみでしたね、主演本田翼がテレビドラマ化されました。写真を見るとどことなく雰囲気が似ていますね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。